県省スモレンスク県は、帝政ロシアの県である。行政中心地は、スモレンスクであり、1929年まで存在した。ピョートル一世による8県地図左の青が、スモレンスク県スモレンスク県と、各軍スモンレンスク県は1708年に設置された。スモンレンスク県は、ピョートル一世による、帝政ロシア最初の県政制定時の8県のうちの一つである。 県内には、スモレンスク、ロスラブリ、ドロゴブージ、ブヤジマ、ベルイー、ポゴレノエゴロディシチエ、ズブツオフ、スターリツァ、セルペースク、コゼリスク、メシチョフスク、モサリスク、チェカリン、ボリソボゴロディシチエ、ペレムイシュリ、ボロトインスク、オドエフの17市と8郡が存在した。1二十六年には、スモレンスク郡、ロスラブリ郡、ドロゴブージ郡、ブヤジマ ベルイー軍の五軍に整理された。1775年、ナメストニチェストボ制が導入され、スモレンスク・ナメストニチェストボとなった。この際に、グジャトスク軍、エディニャ軍、カスプラ軍、クラスヌイ軍、ポレジエ軍、ルポソボ軍、スイチョフカ軍の七軍が設置された。1796年に再び、スモレンスク・グベールニア、県となった。 一時的な軍の統廃合と再予計を経つつも、1802年以降、帝政ロシア末期の1918年まで12、軍で固定された。なお、1812年の祖国戦争により、スモレンスク県は甚大な被害を被っている。1918年、ポレチエ軍がデミドフ軍に解消された。1919年、モギリョフ県が廃止され、 ムスチスラブリ軍が編入された。1922年、クラスヌイ軍が廃止され、ゴメル県からゴルキ軍が編入した。また、ユフノフ軍がカルーガ県へと編み出した。1924年、ムスチスラブリ軍とゴルキ軍は白、ロシアソビエト社会主義共和国の管轄となった。ドゥフ,フシチナ軍は、ヤルツェボ軍へと解消された。1927年に、 デミドフ軍、ドロゴブージ軍が、1928年には、グジャトスク軍、エディニャ軍、スイチョフカ軍が廃止された。1929年、県政が廃止され、スモンレンスク県は、ブリャンスク県、カリューガ県等と合わせて、ザーパト州となった。州の行政中心地は、スモレンスクに置かれた。ABJ86 1890から1907、税、税、1859、1868、ABC、1897、いげたさだよし編、根菜スロア辞典三成堂、2009年、P87、ありがとうございます。